皆さんこんにちは。今日もセクシーにセットセイラです。というわけで、前回シミ取りレーザーをしたというご報告と経過の動画をいくつかご紹介させていただいたんですけれども、あれからどうなったかというのを改めてご紹介していきます。次ね、病院紹介すると言ったのになかなか紹介しないなと思っている方もいると思うんですけど、この次病院についてはご紹介させていただきたいと思います。病院についてはブログと YouTube 両方でご紹介させていただきたいと思います。まずですね、あれから肌ちょっと近くに寄りますね。ほら、ちょっとまたあれシミが浮き出てきたなという感じでポツポツポツとできてきました。こちらなんですけれども、お医者さんの話によると、一旦シミ取りレーザーでレーザーを当てて、でかさぶたのようなものができてポロッと剥がれ、でその後にちょっと白浮き、かさぶたが剥がれた時のような感じの肌ですね、白浮きして、でシミがもともとあった部分がちょっと白く浮き出るんですが、その白く浮き出た後に徐々に肌色、正常な肌色に戻っていくという工程があるんですが、この徐々に戻ってきた肌色が過剰に元に戻ろうとしてしまって、色が茶色く出てしまうということがある人が結構多いようです。なのでシミ取りレーザーを当てて一瞬ちょっと綺麗になるんですが、またこのようにシミのような感じで肌にはポツポツと、私の場合は細かいシミがバーってあったのでポツポツと出てきたんですけど、もしかしたら大きいシミの方の場合は、ちょっと大きくバンと出てきてしまうことがあるかもしれません。これはシミではなくって、もう肌が過剰に回復しようと思ってこのようになってしまうというお話でした。でこれがね、本当に最終的に正常な肌色に戻るのが結構個人差があるみたいなんですよね。かかる人によっては半年とかかかってしまう人もいるし、1年とか年単位でかかってしまう人もいるしということで、こればかりは個人差があるっていうことだったので、この後どれぐらいかかるかっていうのはちょっとまだわからないですね。ただ先生のお話だと、私のこれぐらいの出方、ちょっと本当にもう一回見せますけど、これくらいの出方はあんまりこう茶色く術後出ていない方、あんまり出ていないタイプだそうで、すぐに回復するんじゃないですかねというところです。というわけでね、こう結構さ、レーザーでシミを取るからさ、なんかすぐにさシミがなくなるっていうイメージを持ってる方多分すごく多いと思うんですけど、だって人によってはさ、病院に行ってその日ポロポロって取れるっていう風に思ってる方絶対多いと思うんですよ。でも意外とね、ちょっと長い期間を見て徐々に肌が正常に戻っていくというのがシミ取りレーザーだそうです。そしてですね、この度私前回顔の右半分だけやったというご報告だったんですけど、左側はね、もう全然細かいそばかすみたいな、そばかすっていうか、特に目の周りとかですよね、シミがすごくいっぱいあるんですよ。でこの顔の右半分もやりたいなとずっと思っていて、この度本日顔の左半分もシミ取りをすることになりました。いや超嬉しいです。というわけでですね、しかもですね、こちらの顔半分は病院が別なんです。記事にもすごく細かく経過を書いていきたいと思いますので、 YouTube と記事でぜひ私の肌の経過を改めて顔左半分ご紹介したいと思います。それでは楽しみにしててください。瀬戸セイラでした。こちらの肌に関してはブログが書き終わり次第出していきますね、病院。瀬戸セイラでした。バイバイ。